青春ない落ち子のまま君だけを奪い去りたい。やがて朝の光。皆さんこんばんは、大分の高っちょ親方です。今回はモーニング娘。の話題でございます。まあ実は20年ぶりにちょっとモームスが好きになったというお話でございます。まあもともと私はもう小学校のからですね、まあ一番やっぱりこちら、じゃん、ディーンでございますね。ディーンのファンでございまして、こちら11月6日発売されたばかりのセルフカバーラブバラードアルバム、バラードインラブ、初回限定版で買うほど大好きでございます。オープニングのこのまま君だけ覚えされたいですね。これボーカル池森さんのアイマスク買ってぐらい大好きなんですが、実はですね、今年に入ってまあ久々に約20年ぶり、まあ実際は15年ぶりぐらいなんでしょうけど、モームスにですねハマりました。モーニング娘。ワンナインですね。まあこれからご紹介します、まあモーブスのまあモータのですね、女性の先輩と今回ですね大分宇佐公園に行ってまいりました。秋のですねツアー、心&体に行ってまいりました。一つがですね、6月に動画でもご紹介したんですが、全国同時握手会 ZDA が開催されました。47都道府県でのモームスのメンバーがそれぞれもう各地を回って握手会をするわけでございます。でたまたま6月のまあ14、15ぐらいでしたでしょうか、まあ私も暇でしたし、その週末にはまあ佐賀にちょっと JR 九州ウォーキングの用事で行こうとしてました。でまあ私ミーハーなんですよ。とにかく有名人に会うことが大好き。スポーツだろうが政治家だろうがアイドルだろうが。で今回ですね、まあたまたままあこう見てて、あの大分のパークプレイスというショッピングモールでこうないかな、誰か来ないかなって見てたら、なんとですねモームスが来るじゃないかと。えっ、もうモームスといえば、私ちょうど20年前ですね、黄金期20年前、中学生になったんですけども、中学校入った年にラブマシーンが流行りまして、だからまさに中学校3年間もうアイドルイコールモームスでした。まあ、妹がもともと好き で女子のオタが多くて、で私もやっぱりモームスが好きでした。まあ、そこからですね、こう、まあ、15年ほど今年までブランク空いてたんですが、まあ、暇っていうのもありましたし、私の体ちょっと暇なんですけどね、オープニングのお腹大変失礼いたしましたですし、まあ、あと、ね、アイドル、そのね、私たちの青春の本当トップだったアイドル、まあ、今もですね、実際トップであるんですけども、と、実際触れ合える握手ができるなんて、素晴らしい。もう、それでですね、もう魅了されまして、まあ、大分と前の日の福岡に行きました。福岡で福村瑞希ちゃんと、牧野まりあちゃん、そして森戸千咲ちゃんの3人目で握手して、その翌日に大分で牧野まりあちゃんと握手をしました。やっぱね、まあ、ちょっと紹介しますけどね、牧野まりあちゃんはですね、どこかな、この子なんですけども、まあ本当に生で見て、まあ2日間で3回握手したんですけども、とにかくもう美人でした。ですね、やっぱ可愛くて、こう、天然キャラでもありますし、そしてやっぱスタイルがいいですね。これはやっぱりまあ私は男性ということもありますけども、この女性にも好まれる、こちら、グッズでのちょっと買いましたけど、ね。このマリアちゃんがやっぱりまあ可愛くて、一つまあ魅了されて興味を持ったというのが一つ。もう一つがですね、まあたまたま同じ頃にこのネタをですね、まあ SNS で投稿したところ、まあ私が毎回している方でですね、友人で、そしてまあ同世代で、そしてモームスが大好きなですね、女性のオタがいまして、まあその方にも勧められて、ついにですね、ハロプロのですね、ファンクラブにも私入会しましたけども、まあ、それほどですね、今久々にやっぱこう青春時代がですね思い出して、かつ今若い子、多分当時そのできた頃とか黄金期知らないであろう世代の子がどんどん入って、で歌ってるってところに本当に感銘を受けまして、今回はモームスですね、今年からまあ興味を持つことになりました。推しメンバー誰しようか、要はこのサイリウムの色を誰にしようかね、まあ3本持って、3人私いるんですが、3本持ってもいいかなと思ったんですけど、まあ、高い、これ4000円ぐらいするんですよ。それで、じゃあどれ引き決めようか、と迷いました。でですね、その、
まあ、要は3名おりますのでご紹介しますと、まずはじめがですね、先ほど紹介しましたこう握手のきっかけを、で握手会できっかけを作ってくれた牧野マリアちゃんですね、マリアンラブリンで、あの実はこの間、グラビアも買ったこともあるんですけども、まあ、牧野マリアちゃんがやっぱり最初いいかなと。でこれ日帰りちょっと下は見せられないんですけども、やっぱりこうさっき言ったようにスレンダーでもありますし、あと彼女野球大好きなんですね。あの日ハムの大ファンで、ちっちゃい頃から新庄選手とか、ね、中田翔選手が大好きでですね、まあ、私ももともとずっと野球やってましたから、はい、で今回余談ですけど、これ今回のまあツアーの秋ツアーのユニフォーム、前回が赤で今回がまあ青ベースというか若干緑が入ってるんですが、まあ、青といえば大志で、ちょっとエメラルドグリーンになるとまーちゃんなんですけども、このまあ、まあ青として黒黄色のこの配色、日ハムっぽくないですかということで、なんかマリアちゃんじゃないかなというふうに私個人的には思ってます。でまあそうして興味を、そっかきっかけはマリアちゃんで、でその後ですね、ずっと動画とかですね、毎日私動画とかですね、こうネット上のまとめモームス関係の記事を見てメンバー知ってる中で、2人目に気になったのがこちらですね。これ全部写していいかわかんない、日帰りなんでね、さっきも日帰りで写せなかったですが、こちら野中美希ちゃん、紫のですね、チェルという名前でございます。彼女はですね、実は帰国子女なんですね。英語がペラペラなんですよ。で私がその結局今野球の話をしましたが、今年夏にその後モームスが終わって、で握手会終わった後に阪神甲子園球場で交流戦見ました。でそのまあ交流戦の球場で中で、あのセカパカセカパカ交流戦という綾瀬はるかさんが歌ってた曲が CM があったんですね。まあ、その曲が結構面白いなと思って興味持ってネットで動画を調べたところ、2017年にモーニング娘。17がですね、このまあ各12球団担当で歌をやってたセプロ野球の各チームの応援歌で、その時の中日ドラゴンズ担当が野中美希ちゃん、まあ、静岡県出身で同じ東海ですし、その彼女の応援歌聞いた瞬間、私びっくりしました。衝撃を受けたんですよ。 Get up and pick up the leader for the team って言って、もう適当な英語ですけども、もう英語なんですよ、いきなりネイティブですごい綺麗で、もうそれがまずすごいなと思いました。でモームス他のメンバーでもその英語を話されるメンバーいらっしゃるんですが、もうここまでネイティブっていうのはなかなかいないですよ。ほんとオンリーワンというか付加価値ですよね、彼女だけの魅力、まあ、そこに私魅了されました。でまたそのアメリカンというところもあって、多分2歳から10歳まで8年間ぐらいですねアメリカで暮らされていたということなんですけれども、まあ、笑いのノリがいいんですよ、まあ、私ノリの良い女性が好きですし、こう笑いが分かる人で笑いに持ってこうというところが私大好きでございまして、まあチェルもしてますね。最近は本当ダイエットで、ね、しかも適正なダイエットでギュッと絞ってよりスレンダーになって、もう可愛さに磨きがかかってますんで注目のメンバーです。そして3人目でございますが、横山ですね、横山玲奈ちゃんは13期でございますけど、いわゆる牧野マリアちゃんと、なんかミキちゃんチェルは12期なんですけど、その後入ったのがこちら横山玲奈ちゃんですね。あの写真集、今年出た写真集、2枚目の写真集買いました。横山玲奈ちゃんはこのまあ本当綺麗というか美少女というイメージですね。最近こう金髪でちょっとメイクもしてますけども、まあ個人的には私加入した当時のあの黒髪で本当目がキラキラしてて笑顔が似合ってる頃が本当大好きで、まあ私過去好きだった人はそっくりだったというきっかけで入ってますが、もう背も低くてですね、本当可愛らしいメンバーですし、あとまあいろいろとね、好き嫌いとか分かれるかもしれないんですけど、私は結構こうグイグイって、あとギャグが滑るじゃないですけど、とか空回りするの大好きなんですね。まあ、私自身がもともとギャグがすんごく滑るからですね、同じ気持ちを持ってると言ったらあれですけど、ある意味鉄のハートなんですよ、鉄のハート。あの芸人長野さんとか、ダチョウ倶楽部上島さんみたいに滑りながらも己をつなぎつつして自分のネタをやっている、横山もそういうなんかこうブレないものを持ってて積極的 PR するところが私好きで横山に選んでます。
ちゃんちゃんちゃん見えますかね、パープルということで野中美紀ちゃんにしました。もう最後の最後も迷ったんですけども、やっぱりあとですね、彼女の場合はあの歌声がやっぱ素晴らしいんですよ。すごい高い声で、まあ本人は特徴的な声でですと言ってましたけども、あのバースデーイベントの中でタンポポのバラードの曲聴くと本当こうちょっとウェットもあるというか、悲しさというか、リーダー福村美希ちゃんと同じような感じで高い声で本当バラードが似合うのは素晴らしいなと思いました。あと一度聞きたいですけども、ドラえもんです。ドラえもんというかのないもんというキャラもドラえもんのモノマネやってるんですけどね、それも面白くて私は押しました。こうちなみになんかこうザラメのなんかゼリーみたいでこう舐めたくなりますし、今こう私あの仏マネ撮ってるんですけど、なんか発盆飾りみたいな感じになってます。いろいろと曲を覚えようとするんですが、まあ、実際ですね、私毎日先ほど申し上げましたが、まあ動画やですね、あの2チャンネルのまとめというか、まあ、具体的に今名前出しましたけども、まとめを見ながらですね、こうモームスのメンバーのことを知ってるんですね。ただ実際のところ実は曲というのはあまり聞いてないんですよ。あのまあ黄金期は知ってますけど、クラッチだけはあいにく全くわからないですし、最近の曲ももう今年の、ね、2019年リリースされたのみしか知らなくてですね、まあどうしても曲よりもまずどんなメンバーがいるんだろうかとか、なんていう名前とかどういうキャラなんだろうかとか、まあ、特にインタビュー動画とかよく見るんですけど、そっちを見ながらこう人なんかメンバーを知ろうとしてる、そっちに興味がありますね。これは多分あの同性、あ失礼しました、異性だから多分そういう風に見てるのかもしれないですね。異性、まあ男から見て女子のアイドルに、まあ人そのものに興味があると思います。逆にこの私はまあディーン、曲はもうやっぱりディーンを今だに聞いてますし、今日もですね帰りの中車なんか聞いてましたけども、まあ曲とか歌についてやっぱりこう同性、同じ男性は男性のアーティストにやっぱ興味持つんかなっていう勝手ななんか自分の哲学観というかですね、そういうのを思ってますけども、ですからまあこの後今から瀬戸利などもうご紹介はしたいんですが、実際はよく曲わかんないんですよ、うん、まあノリで行きましたけど、ということで開ける瞬間がやってきました。なんやろ、さあなんやろ、ちゃんちゃんちゃん、推しはカイディがまあとか箱推しとか福村瑞希ちゃんらしいんですが、そうララとドキドキ、ね、私のグッズも後ほど、あやべ、ノリすごいね、うん、いやさすがやよ、海を渡ってやってきまして、今日大分県宇佐市まで来ました。ちょっとまたエリポン、エリポンだ、私前回もエリポンやったわ、まあね九州ということでございます、エリポン可愛いハッシュタグお願いします。ということで、買っちゃいました私もですね、いろいろと、まずやっぱね私野球好きなんで、これユニフォームからまず買いまして、でその後やっぱ日替わりが欲しいなということでやりたいんですけど、これよく考えて写しちゃダメなんでこう裏返しておきます、裏返します。ねチェル野中美希ちゃんと牧野マリアちゃん、そしてだから横山玲奈ちゃん買いました。でガチャで買ったのがこちら4つなんですね。福村瑞希ちゃんで牧野マリアちゃん、実は今年全国同時握手会福岡でしたんですが、2人とも対応が良かったんですよ、まあ、そこで僕20年ぶりにねまた復活して、そしてこちらなんだろうな、これバッグです、エコバッグ、全員メンバー持ってるのと、まあ天気組かなと、最後カムラホマちゃんでございますよ。じゃあそうそう、このペンライトも買って、あのペンライトとねあのユニフォームで結構大口で、私大口スポンサーになりましたからね、最後でこれで今から楽しみたいと思います。私過去にですね 7,8 年前に一度行ったことがあります。その時は大相撲の双葉山、大横綱双葉屋の公演とで薬光さん見ました。実は薬光さん今いる私の家の近くのとあるスポットにも昔来たことあるんですけども、それ以来です。まあ1000人規模のですねホールでございまして、全部平面一枚岩なんですね。2階席などがないフロアでございます。で会場は前方が前の席がファミリー席です。座ってみて、で子供たち、お子さんたちが多かったんですね。最後の MC で小田さくらちゃんも言ってましたけど、
ね、サイリウムを口にくわえてたとかいう子供を見てけよ可愛かったと、ね、おっしゃってました。で中段がガチ勢です。まあ九州ということもあって、こちら生田会といってね、これエリポンでございます。エリポン可愛いのハッシュタグお願いします。これ負けちゃったけどですね、このグリーンの色とかですね、あとは石田と書いて、青で書いてて、石田あゆみちゃんとかですね、まあ本当に太田歴何年何十年という方がいらっしゃって、まあ、ジャンプ禁止令もね、来2020年からハロープロ全体になりますけど、まあそこそこジャンプしてました。で後ろの席はまあ私含めて本当割と初心者の人が多くて、こうサイリウム振るかな振り前かなって迷ってる人がおるよっていう風な話を最後 MC で石田あゆみちゃんが言ってました。前の方も中段後ろと、それはもう正直私もですね、一番後ろの結構もう上段席だったんですけども感じました。もう真ん中のこの熱さ熱狂ぶりすごいですね、半端ないって。でモームスも体力お化けですけども、オタも体力お化けですね。まあ私もそのようね、曲がね分かっていろいろコールやダンスしたいですね。まあね、リンであるとかですね、大分トリニータの応援とか、もしくは地元の神楽、大野家岩戸神楽とかだったら月の展開とか読めたり、ね、歌詞が分かったりして一緒にね私も動いたりするんですけど、まだまだモンスター修行が必要でございますね。瀬戸入でございますが、この動画が公開されている時はまだまだですね公演が続いておりますので、もちろんこの秋ツアー心と体瀬戸入は具体的に申し上げません。というか私自身もあまりよく曲知らないので、実際3曲ぐらいしか知ってる曲がなかったというのも本音でございます。まあ、これからちょっと知ってる曲のレパートリーを増やしたいと思います。ちなみにネット上、まあよくご覧になっている方はですね、ご存知かもしれませんが、まあ、今回のツアーは A と B2 パターンございます。ウサは B でした。一緒に行ったモームスの先輩は A を予想してたんですが、実際ウサは B でしたのでご参考までお願いします。まあそれでも分からなくてもサイリウムこう振りながらとかですね、結構ついていきました。もうとかハムネノリでついていきましたが、非常にやっぱそれでも盛り上がります。で結構周りもですね、この先輩も言ってましたけど、女性一人で来るオタも多いんですね。ですし本当まあどんどん子供も多かったのが印象なんですね。先ほど申し上げましたが、本当今のモームスのメンバーもそうですし、この会場を見ながら本当しみじみ思ったのが、この20年以上、まあ、モームスが続いています。当時のねオリジナルメンバーももちろん現役ではございません。ただこうやって、まあ、私たちの青春時代だった20年前の曲を、当時多分もう生まれてないだろうっていう 子供たち、今のメンバーが歌ってること、今も歌われてることが本当真剣嬉しいです。大分弁で言うとですね、この、で多分今回会場に来てた、ね、子供たちも多くて、多分これがまたモームスとかハロプロネへの憧れになるのかなっていうのを思うと本当嬉しいなと思います。多分まあディーンも今そうなんですけど もう20年以上活動していると結局は親子で来るんですね。親の影響で、親が好きだから一緒に子供も来て、その子供も大好きになってきた、ね、好きになって、そして憧れるという、これ本当に、まあ、モームスは本当すごいなというのを改めて感じましたし、やっぱりこう懐かしい曲もありましたけども、今ちょっとしみじみしてますけども、本当嬉しくて、ね、当時、ね、生まれてない子供が今も元気に歌ってくれてる、このありがたさ大変嬉しいです。まあ、最後の MC などもあるんですけど、まず最初の MC がですね、13期から15期のメンバーですね、加賀ちゃん、横やん、そして森戸ちいちゃんと岡村誉ちゃんと北川リオちゃん、リオちゃんですね、がいました。山崎美恵ちゃんちょっとこの時いなかったんですけども、テーマがクリスマスの思い出について語りました。各メンバーが子供の時何が欲しかったのか、そしてサンタさんとの思い出は何かということで語ってましたね。例えばまあ全部は申し上げませんけども、森戸ちいちゃんはヒーリーズって言ってわかりますかね、一時期社会もね社会的にも人気になって問題にもなった
あの靴の下にローラースケートがあってこう、ね、見た目は普通の靴なんだけど後ろのかかとの部分にローラーがあってスーッと滑れるやつですね。あれが欲しかったと。でサンタさんにお願いして、その後、ね、待ったら荷物が届いたそうです。プレゼントがジャンと開けました。なんとマフラーの雑貨だったそうです。それ以来サンタさんを恨んでるという、ね、どきついお話でございましたりとか、あとカガカイリーは多分ゲームのソフトが欲しかったんだと思いますけど、でとにかくサンタさんが来るって言ってベッドの中にずっと待ってたらしいんですよ。で 朝の3時まで待ってたそうです。そしたら眠くて結局寝ちゃったんですよ。で朝起きて、あサンタさん来なかったなと思って部屋のドア開けた瞬間、下にそのゲームが入ってたということを、そんな話した瞬間、森とちいちゃんは多分カイディは面倒くさい子供だなってサンタさんが思えたんだろうという、またねこのカントリーらしい厳しいトークを磨かれております。ね、さらに北川リオちゃんはですね、本当身振り手振りしながらこう話してるのが本当可愛くらしくて印象的でしたけど、まあ、すんごい可愛い話しますよって自分でハードル上げちゃったんですね。まあ、これが森とちいちゃんがどう思うかなんですけども、でまあ聞いた話によりますと、昔あの、まあ、サンタクロースとトナカイ呼ぶにはリンゴとそしてココアをね自分の、まあ、枕元に置いてくると来るよという話で寝てたそうです。そしたら寝てたら外からリンリンリンシャンシャンシャンっていうか、サンタとトナカイが来る音聞こえたそうです。でそのまま眠って朝になって目を覚ましたら、なんとリンゴが減ってて3キロだったのが2キロに、まあ、トーク中で間違い最初3キロって言ったんですけどね。でココアもちょっと減ってたっていうのに感動したって話で、で可愛いね可愛いねってみんなが言ってる中、もう一度ちいちゃんが別にそんなに可愛くないしっていうこと言って、もうちいちゃん上等ですよ。まあ、もう一度ちいちゃんともね私握手はしましたけど、福岡で握手しましたけどね、すごい強烈なキャラだということを今回学びました。通常だとアンコールアンコールのコールが会場に響き渡ります。ところが今回はすごかった。なんと USA 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 そう USA コールが流れました。なしか USA USA うさと呼びますね。実はですね、まあ、うさ氏は結構、まあ、USA って書くのでウサ、まあ、アメリカとかね、いわゆる USA、ウサコールなわけなんですよ。例えばですね、唐揚げ USA という昔、映画がございまして、もう5年ぐらい前なんですけども、それこそ、モーニング娘。のリーダーだった高橋愛ちゃん、同い年なんですけど、高橋愛ちゃんが主演のその唐揚げ USA の舞台やロケは、このウサ市で、今回、ライブ会場であったウサ市で行われました。その絵もございます。ちなみにその唐揚げ USA の関連のトークイベントが大分のパークプレイスであった際に、私高橋愛ちゃん生で見ました。初めて見たハロプロのですねメンバーはやっぱ高橋愛ちゃんでした。私よりがちっちゃかったです。年は同じなんですけどもね、もう本当にもう高橋愛ちゃん好きでしたから本当嬉しかったのを覚えてますし、またですねあの USA ダンスでねモンスも過去ですねコラボもしてます。そのね、またエイリポンもお話を、そのね、胸をエイリポンお話してましたし、この USA 受けて、台詞はインスタのストーリーで、USA ダンスのコーナーでダンスする場面もございましたし、でチェルは、あ、すいません、ふるさとだと思った USA って言って、大分県宇佐市初めてだったんですけど、USA、アメリカということで、まあ、地元というギャグを英語で披露してました。ねまあ、余談ですけど USA ということでウサということで、まあ、EXILE のウサさんも実はダンスの指導などでですね実はよくウサにいらっしゃるというですね、本当、まあ、アイドルと縁がある USA ウサでございます。ちなみに、まあ、水曜どうでしょうご覧の方にとってこの USA ウサといえば、まあアメリカの次が無前流すですからねというねシーンが有名でございます。はあ、もう大事なところで私ブデン流す噛みましたね。 Come on baby America にぎやかに歌ったコンサートは終わり、
どうも、大分出身の南こうせつです。ですね、満天の星という曲で、まあ、まさにコンサートが終わって、まあ、一人帰っていってこう星空に囲まれているという曲なんですが、まさにモームスのライブもそんな感じでございました。終わったら外は夜ですね。あっという間の2時間。もう楽しかったですし、寂しいですね。モームスロスですよ。ですね、まあ、パフォーマンス、まあなね、すごいやっぱダンス、モームスは特にすごいですけど、フォーメーションダンスで、ね、こう 0.5 とか 0.7 刻みでこうラインがこうあって、でこう横に動いたり、そしてこう段差もあるので、こう高さですね、こう上ったり下ったりとか、こう奥行き前に出たり奥に出たりとか、そのなんか平面だけなくてこう、ね、3次元ですけど、私たちもね X 軸 Y 座標、ね、Z 座標みたいな感じでこういろんな次元でこう立体的に楽しめたのが面白かったです。でまたですね、私はまあその来月ですね、今度スターダストレビューさん、スタレビさんの大分公演に行ってまいります。まあ、今度はですね、大人な男性のバンドスタイルのですね、ライブでございます。まあ、そのスタレビさんも今回のモームスさんも、まあ、共にですね、こうビジョンやですね、動画を使った見せ方をしているのが非常に面白くて楽しかったですね。こう歌詞に字幕がついて分かりやすかったり、メンバーの顔を映してですね、こう見やすくしたり、煽り文句入れたりして、すんごい面白かったですね。もうディーンもですね、武道館公演や大きい記念のツアーなどではですね、その動画を使ってですね、もうよく見せますけども、やっぱりこの動画で見せるというのは素晴らしいなと思いました。まあ、私も YouTube 今やってますけども、この動画で見せる楽しさ、一つのパフォーマンスツールでございます。まあそんな感じでですね、ほんと一瞬で、今までずっと毎日動画とかブログで見ていた、あのメンバーが目の前にダンと、しかも大分県宇佐市にいらっしゃったこと、地元にいらっしゃったこと、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。本当ね、こう楽しい時間過ごさせていただきましたし、もっと見たいなって思いましたけど、やっぱり2時間ずっと踊り続けて、まさに体力お化けですよ。飛行の練習もすごいと思います。まあ、そういうところに本当魅了されるね、オタがもうほとんどだと思いますし、私もパフォーマンスやその努力、そしてこうトークとかの面白さもですね、勉強になりましたし、楽しませていただきました。本当にありがとうございました。夢のような時間でしたね。本当かけがえのない時間っていうのは本当惜しいもんですが、これからも大事にしたいと思います。そしてね、ぜひまたミモモンスのライブとかハロプロもね、また年明けからありますけど見たいですね。この2月15、16日福岡で公演がありますが、そのね、発表された日に当日にちょうど私ね、青年団の用事が入っちゃって、もう熊本行かなきゃいけないので会いに行けないんですが、またこのモーニングのですね、春ツアーも楽しみにしておりますね。またどうなるか分かんないんですけれども、ぜひ大分にも来てください。また USA ですよ。まあ、に限らず大分市でもいいですし、私の地元でもいいですよ、県南の方でもいいですから来てください。まあ、そしてこれからも応援いたします。本当に改めて貴重な時間をありがとうございました。そしてこの動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。まあ、私はですね、もう本当モームスを20年ぶりに、まあ、復活した組、まあ、再開組でございますので、正直大したことはモームスについてはまだ語れません。本当ただ単に自分の思ったことを語っただけの動画でございます。ですから本当のガチ勢の方にご満足いただけたかというと、かなり自信はありません。ただこれからまたですね、モームスと触れ合いながらですね、一緒に愛していきたいと思いますので、どうか皆様ですね、お手柔らかにと言ったあれですけれども、これからもよろしくお願いいたします。改めまして、今回の動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、モームスはいつ今度ご紹介できるかわからないですが、ぜひ皆様、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。